フェリーハテル、マニューハテル、マ合資会社ハテルマ海運は、かつて、石垣島とハテルマ島の間で旅客船、貨客船を運航していた、日本の海運会社、沖縄県石垣市、八島町に本社を置いていた。2011年12月11日から前、便運休し、12月24日から貨客船のフェリーハテルマのみ運航を再開したが、2012年6月より、 再び運休した。なお、ハテルマ航路では他に、アンサ観光が旅客船及び貨客船を運航していたが、アンサ観光は、フェリーハテルマの運休後の2012年7月に、同船舶を購入し、同年10月6日から運行を再開している。石垣ハテルマでは、従来、ハテルマ海運のみが定期航路を運航していたため、離島航路補助制度による補助を受けてきた。 しかし、安堺観光が、ハテルマ航路について、一般旅客定期航路事業の許可を取得し、2011年1月1日から定期運行を開始したため、ハテルマ航路は、同制度の対象から外れることとなった。ハテルマ海運は、補助を受けられなくなったことや、燃料費の高騰などを理由に、2011年12月11日より、旅客船、貨客船の 全便を運休した。しかし、住民の要望を受け、12月24日から臨時に、火客船のみ運航を再開したが、6月より火客船も運休し、石垣港離島ターミナルの事務所を撤去した。ありがとうございます。